鈴木浩二のパワートーク。皆さんこんにちは、小説家の鈴木浩二です。専門家による解説編、23年バージョンです。早速行ってみましょう。こんにちは、山本隆三です。私はですね、静岡にあります常葉大学という大学の今名誉教授なんですけれども、教員です。それから国際環境経済研究所という NPO 法人の研究所の所長もしております。今回はですね、なぜロシアがこんなに世界でエネルギーに関して影響力を持つようになったのか、エネルギー覇権というもののお話をしたいと思います。1950年世界のエネルギー供給に占める一番大きなエネルギーが石炭でした。日本はですね、実にエネルギーの 85% を石炭に頼ってたんですね。で、水力が 10% ぐらいです。何のことはない、石炭と水力でエネルギーのほとんどを賄ってたんです。で、当時日本は石炭をですね、北海道とか九州で掘ってました。そのため石炭というのは、これ輸入されたのがごくごくわずかで、ほとんど国産だったんですね。エネルギー自給率はですね、96% ありました。これは日本だけでなくて、ヨーロッパ、西ヨーロッパも同じ状況で、石炭に 85% ぐらい依存してたんですね。で、世界全体で見ると石炭依存度っていうのは6割ぐらいなんですけど、これはですね、アメリカが天然ガスとか石油をその当時もう大量使ってたんですね。で、1950年時点、世界のエネルギー消費の半分近くはアメリカでした。アメリカはもう巨大国だったんですね。で、そのアメリカが天然ガスとか石油を使ってたんで、世界全体で見ると天然ガスとか石油の消費量っていうのは結構多かったんですね。でも、やはり世界も石炭に依存しているところが非常に多かったんです。ところがですね、50年代、60年代と経済成長が始まります。日本とヨーロッパがですね、戦後復興でどん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 経済規模が大きくなってくる。そうするとエネルギー消費もですね、増えるわけですね。で、どうしたか。もう石炭ではとてもじゃないですけど、足らなくなります。で、しかもですね、ヨーロッパでも日本でも石炭をどんどん掘ってるうちに、炭鉱の最短条件という地質条件がどんどん悪いとこから掘るようになるわけですね。その結果、なかなか掘れなくなる、コストも上がる、そういうことになって世界はですね、急速に石油に依存するようになります。で、日本も60年後にはですね、石油の輸入というのが現れてきます。50年にはほとんど石油ってなかったんですね。で、1970年頃になるとですね、日本のエネルギーの4分の3は石油に変わります。1973年に第一次オイルショックっていうのが起こります。これはどういうことだったかというと、中東の国がですね、まあイスラエルと仲良くしてる国には原油を輸出しませんと。で、すぐにやり玉が上がったのがアメリカとオランダです。この2カ国にはすぐに禁輸しますと。で、あとイスラエルと仲良くしてる国はやっぱり石油を売りませんよということを言い出したわけですね。で、まあ石油の値段もですね、産油国が決めるようになって突然4倍になります。で、そういうオイルショックが起こった時、日本というのは実に石油エネルギーの4分の3を石油に依存する状態になってたわけですね。大変なことですよね。その石油が入ってこなくなる、あるいは値段が4倍になるというふうな状況にいきなり追い込まれるわけです。で、日本のエネルギー自給率というのはもうその時にはですね、今ともないですよ。今 13% ぐらいですけど、10% ぐらいになってるんですね。今日本というのは世界の主要国の中でエネルギー自給率が非常に低い国です。その状況はもう73年のオイルショックの時からあまり変わってないんですね。ただオイルショックの時に日本はですね、エネルギーの4分の3を石油に依存しました。これは非常にまずい。
エネルギー源の多様化を図ろうということで、日本に限らず世界中の国が考えます。やはり脱石油ということを始めようということで、何が起こったかというと、一つは原子力です。フランス、日本、アメリカ、イギリス、こういう国、ドイツもそうですよね。原子力発電を進めます。もう一つは天然ガス、天然ガスを、まあ、液化して運ぶということが本格的に行われるようになります。で、もう一つが石炭ですね。で、石炭、天然ガス、石油、原子力、こういうふうにエネルギー源の多様化っていうのが進むわけですね。これは例えば日本の電源構成を見ると非常によくわかるんですけど、1973年日本の電気の8割近くは石油から作られてました。それがですね、今や天然ガスが 37%、 もう4割近く、石炭が 25%、 4分の1で、天然ガスと石炭と石油でですね、電気の7割以上作られる、まあ、都市によっては8割ぐらい作られる、こういう風になったわけですね。で、分散はうまくいった。で、日本の場合、まあ、原子力発電所ちょっと問題あって、原子力依存度がまあちょっと低いですけれども、世界全体で見れば電気の 10% は原子力になってるということで、エネルギーの多様化というのはうまくいったなというふうに思ってたんですね。で、現実に世界のエネルギー貿易というのを見てもですね、依然石油が多いんですけれども、この石油が多い理由はですね、これは自動車用の燃料ですね。自動車用の燃料としては依然ガソリン、それからディーゼルが使われる、まあ依然石油が使われる。でも石炭、天然ガスというですね、73年のオイルショック時にはもうほとんど貿易されてなかったものがですね、貿易されるようになってるわけですね。で、日本を見てもこれ2021年ですけれども、うまくエネルギーが分散されてると、こういうふうな状況というのが作られます。でもここでロシアが付け込む隙を与えたんですね。不思議ですね。脱石油をやって、脱中東をやって、エネルギーを多様化してしめしめと思ったら、実は世界はロシア依存になってたということなんですね。この話は次にしたいと思います。